はい、生体院さん、院長の浅井です。はい、今日も体重測ります。失礼します。はい、今日の体重は 100.2 キロです。前回も一緒ですね。変わってない。東京行った時も帰ってきてからも変わってない。これはいいことだと思います。はい、次は BMI は一緒ですね。これもいいですね。安定してきてますね。体脂肪も 0.01 で一緒に動いてますね。いいですね。はい、ということで、はい、体型測ります。いいですね。はい、整体院、本日はですね、今日日曜日、今日はですね、6時ぐらいまで、ちょっとトヨタの方に予定がありまして、おそらく6時半か7時ぐらいから、夜遅くまで、予約の方を受け止まっております。はい、午前中はもう埋まっちゃってますので、ということで、はい、また、ですね、はい、また明日以降もずっとやっておりますので、また東京出張は次回12月の中旬か、まあ、上旬では中旬ぐらいから下旬の間あたり、にまた東京出張行くと思いますので、東京方面の方、今回東京、埼玉、千葉あたりですね、東京からまあ電車でそんなに遠くない県内であれば、片道1時間以内であれば行けるかなっていう風な雰囲気もありますので、もしくはまあその場合はですね、ちょっと移動時間が長いので長い時間施術受けさせていただきたいんですが、そうですね、はい、もしくは一箇所にまとめてですね、場所を借りて施術をするとか、まあ、私の泊まるホテルで施術をするとか、いろいろありますが、はい、ということです。はい、今日は体重を測りました。以上です。はい、本日もよろしくお願いいたします。失礼します。